体調不良を理由に活動休止中のお笑いトリオ、ジャングルポケットの斎藤慎二メンバー、41が20代の女性に性的暴行を加えたなどとして警視庁に書類送検されたことが分かりました。下向き黒三角改正刑法、成立同意内性行為を処罰する、8つの要件、示す。不同意性行と不同意猥褻の疑いで書類送検されたのはお笑いトリオ、 ジャングルポケットの斎藤真二メンバー41です。捜査関係者によりますと斎藤メンバーは今年7月、東京新宿区の路上に駐車していた車の中で20代の女性に性的暴行を加えるなどした疑いが持たれてます。斎藤メンバーはテレビ番組の撮影に使うロケバスで女性と二人でいる時に犯行に及んだとみられています。 女性が警視庁に被害を相談したことで事件が発覚し、斎藤メンバーについて、許すことは絶対にできませんと話しているということです。任意の調べに対して、斎藤メンバーは容疑を認めた上で、軽率な行為で相手方や自分の家族に迷惑をかけたことを反省していると話しているということです。斎藤メンバーは体調不良を理由に先月、活動休止を発表していました。